2014年に Facebook がオキュラス社を買収してから10年近くが経ちました。その間にメタバース事業へと注力することから社名を Facebook からメタへと変更、製品名もオキュラスクエストからメタクエストへと変わっていきました。 VR 製品の性能やコンテンツも日々進化しています。皆さんは仮想現実 VR を体験したことはありますか？ VR はオワコン、メタバースはオワコン、ブームは終わったってね、言われたり言われてなかったりしていますが、果たして本当なのでしょうか？そして VR デバイスはどのように進化していったのか、今回はメタクエストにフォーカスを当ててその実情に迫ります。なお僕個人の主観と独断で紹介していくため、間違った認識が多々含まれる可能性があることを先に謝っておきます。とはいえ、普段 VR を触らない人でもメタクエストについて大体わかるようになると思うので、ぜひ気軽に最後まで楽しんでいってください。仮想世界 VR の世界では物理的な距離による制約がありません。遠く離れた友達や海の向こうの人たちとも同じ空間を共有することができます。現実世界では実現できないような演出のライブ体験を楽しんだり、大人になってから忘れかけていた気の合う仲間たちとのたわいのない雑談に花を咲かせたり、 VR ならではの没入感の高いゲーム体験では、例えばバイオハザードの世界に入ったかのような体験をしたりすることもできます。確かに VR デバイスはスマホのような手軽さや PC のような便利さは今はまだありません。しかし VR ならではの体験をするためには、やはり VR デバイスが必要になってくるんですね。さて、 Facebook は最初からオキュラスクエストを販売したわけではありません。第一次 VR ブームと呼ばれる2016年にオキュラスリフトという VR ゴーグルが一般消費者向けに発売されました。またもう少し遡ってみると、 VR デバイス自体は2016年よりも前にも存在しており、任天堂のバーチャルボーイなどが有名です。しかしこの時代の VR デバイスは今と比べてスペックや技術力が圧倒的に不足しており、仮想世界を十分に楽しむことは困難でした。オキュラスリフトの特徴は魚眼レンズを採用していることです。歪んだ映像をディスプレイに出力し、魚眼レンズを通して見ることで安価で視野角の広い VR ヘッドセットを実現しました。2016年に登場したいわゆる御三家と呼ばれる VR ヘッドセット、オキュラスリフト、プレイステーション VR、HTC Vive にも同様に魚眼レンズが採用されています。後に発売される全ての VR ヘッドセットにも同じ方式が採用されることになります。オキュラスリフトはいわゆる PC VR ゴーグルと呼ばれるタイプで、 VR ヘッドセットを PC に接続して動かします。一般的な PC ゲームにおいても、ゲームを遊ぶためにはかなりのスペックを持ったいわゆるゲーミング PC が必要になってきます。 VR も同じで、 PC の VR コンテンツを遊ぶためにはそれなりにスペックの高い、そして価格の高い PC が必要でした。つまり当時は VR を遊ぶこと自体のハードルが今と比べてとても高かったのです。2018年、 Facebook はオキュラス GO という VR ヘッドセットを発売しました。オキュラス GO は PC VR ゴーグルと違ってスタンドアローン型と呼ばれる VR ヘッドセットです。バッテリーや処理チップなどが内蔵されており、 PC に接続しなくてもヘッドセット単体で動作します。これによりお手軽に VR を体験することができるようになりました。そもそも体験のハードルが高かった VR において、スタンドアローン型はまさに救世主のような存在だったでしょう。しかしスタンドアローン型の VR ヘッドセットにも弱点がありました。それはコンテンツが制限されてしまうことです。ゲーミング PC とモバイル端末、処理性能の差は歴然としており、モバイル端末であるオキュラス GO で遊べる VR コンテンツにはどうしても制限がかかってしまいます。手軽さと引き換えにグラフィックが落ちたりとか、内容が削減されたりとか、そもそも大規模なコンテンツを遊べなかったりと、表現の幅がどうしても落ちてしまうんですね。初代オキュラスクエストが発売されたのは2019年のことですが、ほぼ同時期にオキュラスリフトの後継機、オキュラスリフト S も発売されます。大きな変更点としてはトラッキング方式が変わったことです。初代オキュラスリフトではセンサーを外部に設置して、ユーザーの頭の動きや両手に持ったコントローラーの位置を測定していました。しかし外部センサーが邪魔だったり、設置するスペースが必要だったりと、お手軽性には欠けていましたね。そこでオキュラスリフト S ではトラッキング用のセンサーをヘッドセットに内蔵するインサイドアウト方式が採用されました。インサイドアウト方式の登場により、外部センサーを設置することなく手軽に VR を楽しめるようになりました。この方式はオキュラスクエストにも導入されています。ヘッドセット前面に4つのトラッキングカメラが配置されているのが特徴的ですよね。実はオキュラス GO にはトラッキングセンサーがついていませんでした。そのため首の傾きしか取得できず、 VR の体験の幅を狭める要因でもありましたね。オキュラスクエストはスタンドアローン型でありながらも、 PC VR ゴーグルと同じく60度のトラッキングを実現、首の傾きだけでなく前後上下左右の体の動きが反映できるように、つまり VR 空間内で歩けるようになったんですね。またコントローラーも大幅に改善されました。片手用だったオキュラス GO と違い、オキュラスクエストはコントローラーを
ントローラーが2個付属、右手と左手の動きを正確に捉えることができるようになりました。それだけでなくボタンのレイアウトも一新、アナログスティックや ABXY ボタンが搭載され、一般的なゲーム機のコントローラーにかなり近いデザインになり、圧倒的な操作性を獲得しました。これらにより体験できる VR コンテンツの幅が大幅に上昇しました。アクションゲームや FPS ゲーム、 VR チャット、ビートセーバーなどなど多岐にわたるジャンルのゲームがクエストで快適に遊べるようになりましたね。これは今までのスタンドアロン型のヘッドセットでは考えられなかったことです。僕も人生で初めて購入した VR ヘッドセットはオキュラスクエストでした。当時 VR の FPS ゲームにハマっており、毎日のように遊んでいましたね。皆さんの中でも初代クエストから VR を始めた人がいるかもしれません。オキュラスクエストが革命的だったのはこれだけの理由ではありません。なんと PC VR コンテンツも遊べるようになったんです。紹介してきた通り、これまでの VR ゴーグルは PC VR ゴーグルとスタンドアロン型に明確に分けられていましたが、オキュラスクエストはこの壁を取っ払いました。ゲーミング PC に接続すれば PC 版の VR コンテンツをクエストで遊べるのです。これは革命的な進歩であり、 VR を遊ぶハードルの高さがどんどん低くなっていきました。そんな中、オキュラスクエストをさらにブラッシュアップした後継機が2020年に登場します。オキュラスクエスト2です。オキュラスクエスト2はスタンドアロン型と PC VR の両方ができることを前面に打ち出してきました。頭にかぶれば即起動できる手軽さと PC VR の高品質な VR コンテンツ両方楽しめることから、オールインワン型と呼ばれたりします。オキュラスクエスト2は本体の処理性能の向上や解像度アップなど、ハードウェア的なスペックアップだけでなく VR コンテンツも充実してきた時期に思えます。その代表例がバイオハザード 4VR ではないでしょうか。プレイステーション2やゲームキューブの時代から名作とされてきたバイオハザード4が VR 化して帰ってきました。 VR ならではの直感的な操作性でバイオハザード4の世界を冒険することができます。僕のお気に入りの VR ゲームなので、クエストを買った人はぜひバイオハザード 4VR も遊んでみてほしいですね。さらにオキュラスクエスト2の登場以降、日本国内でもテレビ CM が流れたり、家電量販店でも取り扱うようになりました。試遊できる店舗もあったことでしょう。 VR はその性質上、体験してみないとその魅力が一切わかりません。家電量販店で手軽に VR を体験できるようになったことは VR 普及の大きな一歩と言えるでしょう。これらの宣伝効果と完成度の高い本体性能もあったか、オキュラスクエスト2は2023年の時点で全世界累計販売台数が2000万台を突破、世界で最も成功した VR デバイスと言われています。オキュラスクエスト2を発売した翌年2021年には Facebook はメタに社名を変更し、メタバース事業への本気度を世界に示しました。これに伴い製品名もオキュラスクエストからメタクエストへと変更され、今後登場する全てのヘッドセットはオキュラス名義ではなくメタ名義になりました。オキュラスの名前がなくなるのは少し寂しいですが、これだけ VR が世界に普及したのも Facebook すなわちメタのおかげと言えるのではないでしょうか。ちなみにオキュラスの創設者パルマー・ラッキー氏は現在は VR を離れており、 AI やドローンなどの軍事防衛スタートアップを創業しています。とはいえ日本の VR 系イベントにも顔を出すこともあったりと、 VR 技術への関心は今でも高いかもしれませんね。さて2022年、メタはメタクエストプロを発売しました。このモデルはクエスト2の直接的な後継機ではなく、むしろ実験機や開発機的な立ち位置と言えます。メタクエストプロの最大の特徴はアイトラッキングとフェイストラッキング機能を備えていることです。ユーザーの視線の動きや口の動きを読み取ることができ、アバターに反映することが可能です。メタクエスト2では実現できなかったより表情豊かなアバターコミュニケーションが可能になりました。僕も VR チャットで遊ぶ際にはメタクエストプロをよく使っています。メタクエストプロは発売当初22万円を超える価格でしたが、現在では定価が約16万円まで下がっており、中古市場を見てみると10万円を切ることもあります。非常に購入しやすくなっていますね。実際使ってみると製品に問題がないわけではないんですが、アイトラッキングとフェイストラッキングを搭載している点は非常に魅力的です。 VR チャットユーザーやアバターの表情を大切にしたい人には今でもおすすめできるデバイスですね。そしていよいよ2023年、メタクエスト3が発売されます。クエスト2よりも価格が約2倍に上がったものの、その分性能や機能の向上が顕著に現れています。圧倒的な処理性能、より鮮明な解像度、スイートスポットが広く最も鮮明に見えるパンケーキレンズの搭載などが特徴的です。また高解像度カラーパスルー機能も搭載。クエスト2では白黒かつガビガビだったパスルー機能がクエスト3では色がつき、解像度も上がりました。単なる VR デバイスではなく、現実と仮想を融合させる複合現実 XR デバイスとしての道も歩み出したのかもしれませんね。この10年間でメタクエストは大幅に進化し、手軽さ
作とスペックの向上の両立を果たしてきました。 VR コンテンツも充実していき、 VR ゲームという新たなジャンルが確立しつつあります。そして複合現実 XR 分野も開拓されつつあり、今後もこの進化は続いていくことでしょう。今からメタクエストを購入するのであれば、やはり最も満足度の高いクエスト3をおすすめしたいところですが、値段が最低でも7万円を超えていて少しハードルが高くなっています。そういう方にはより値段の安いクエスト2を選ぶのもありでしょう。クエストシリーズのいい点としては、 VR コンテンツが全て共有されていることです。例えばクエスト2の時に購入したバイオハザード 4VR はクエスト3やクエストプロでも追加でお金を払うことなく起動でき、セーブデータも全て共有されています。便利ですね。ただし中には注意すべき VR ゲームもあります。例えばバイオハザード 4VR は初代クエストでは起動することができません。同じように今後クエスト3では起動できるけれど、クエスト2では起動できないコンテンツの登場が予想されます。 PCVR ゲームはデータは PC 側に保存されるので、このような心配はありませんが、いろいろな点に注意しつつ、ぜひ快適な VR ライフを送っていただければなと思います。僕のチャンネルでは今後も VR や AR について発信していくので、興味がある人はぜひチャンネル登録と高評価して次の動画を楽しみにしていてください。それではまた別の動画や配信でお会いしましょう。